はい、皆さんこんにちは、しばりーです。はい、ということで本日の動画なんですけども、ヤクルト抽選オーダーの動画となっております。こちらの選手、守備開票いたしました。ミート力最強の選手でございます。青木宣親選手、スピリッツ開票。はい、ということで今回2009年 WBC バージョンで出ました2022年シリーズ2、青木宣親選手、今回スピリッツ解放ですね。スピリッツプラス200になりましたので、今回使っていきたいと思います。選手見ていきましょう。ランド中弾道、ミート87、パワー74、走力82、ミート型の選手でございます。一応、称号でですね、初期値は方はですね、ミート85、パワー73の能力で初期値にはなっております。守備適性ですね、一応メインはレフトになってるんですけども、センターもライトも C 適性ありまして、裏捨ても CBD ということで、まあ守らせるには OK かなと、無難にね、守らせられるかなと思います。そして特能ですね、超アベレジヒッター、広角打法、下位盗塁ということで、こちら特能もかなり強いです。アベヒ広角持ちということで、まあ中弾道なんですけれども、まあ広角打法あることによってもうホームランも全然打てますし、アベヒがあることによってミートもですね、めちゃくちゃ上がります。この特殊力全出しプラスですね、称号によってミートがプラス2になっていることによって、ミート99までいきます。ミートカンスト、青木宣親選手ですね、まあ、今回見せられるか分かんないんですけども、見せたら99の打ちやすさ、あの若松選手に続きましてのミート99ということで、しっかり打っていきたいなと思います。まあ、あの現役でですね、青木選手まだまだバリバリやっておりますし、 TSA もですね、まあ、出る可能性ありますので、 TSA 出た場合ですね、青木選手かなり打ちやすい選手になっておりますので、皆さんもぜひとも使ってみてください。ということで早速リアタイに行きましょう。どうぞ。はい、ということでよろしくお願いいたします。1試合目の方やっていきたいと思います。今回高校でございます。こちらの先発ピッチャー小川投手ということで、まあしっかりヤクルト純正の先発、そこまで強くありませんけれども、まあやっぱ純正なら配球でしっかり抑えるしかないっしょということで、1番大谷翔平、しっかり小川として抑えていきたいと思います。でヤクルト純正のですね、まあ、スピリッツ解放の、ね、選手ですね、まだまだいます。正直言ってやば、終わったわこれですよね。レフライ、大谷さん、ナイスバッティング。はい、ということでバッティングいきましょう。相手の先発で山岡投手ということで、1番青木宣親。あ、得の出ないんかい、出ないんかい、お前は出ないけど打つ立てじゃあります。ストレート、ストレート出せ、高く、はい、ボール球ですね、今の、うん、カーソル青くなったんでボール球って分かりましたけども、まあ狙いは OK。 ここ、いや、見事にアウト、見事にアウト。まあ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 、1打席目はまあ OK、 まあ2打席目以降にしっかり強さ見せていきたいと思いますので、まああの青木選手はですね、まあ通常のバージョンでもかなりミート上がるので、まあそちらも普通に打ちやすい選手になってるんですけども、まあ広角持ってるのでさらに打ちやすいです。3つ目ここ、はい、ナイスバッチ。それは甘い、それは甘い、あ、危ないよ、危ない危ない危ない、上タッチする、危ない、今タッチしたらアウトだったって、絶対セカンド山田さんじゃない、今ちょっとね、ヤクルトピーキした、今ワンチャン、今ヤクルトピーキしたでしょ、今仲間だからって、今のはタッチしたらアウト、ガガッ、ガガッ、超えろ、超えてくれ、はい、出しまして、はい、ということでね、まあ、とりあえず同点、とりあえず同点にはいきましたので、まあ、ここしっかり寄せて、まあ、打たれたとて、打たれたとて、青木選手まで回して、しっかり逆転勝利していきたいと思いますので、ナイスボール、止まったときはヒットみたいな、はい、オッケー、オッケー、ナイスレフト、はい、オッケー、ナイスボール、いきましょう、バース外角攻め、オッケー、1球で終わらせる、え、ファウルかい、ファウルボールです、ファウルかい、今の、おい、何やったんで、まあ、引っ張り球体だからしゃあないけど、今。キャッチャー中村ゆえワンチャンいけたっしょ今、はい、ナイスが結果一緒でした。はい、ということで2回裏ここ最後逆転しまして、 UA 選手で逆転いたしまして、その後の試合青木宣親選手の打ちやすさ見せていきたいと思います。ここ、はい、ナイスバッチ、今取れたって、マキうまい、はい、よっしゃー、青木宣親来ました、うまい、ナイス、ミートちゃん、あ、青木宣親、アベレジヒッター、ミート93、決めます、宣親、いやいや、ちょっととりあえず今、タイピン出てないね、タイピン出てない、一応集中、マジ集中、ここ、ストレート、ストレート、はい、よいよいよいよ、読み勝ちでしたね、今、来たらマジ勝ち込んでた、スライダー、はい、見えてる、フォアボールいかないよ、フォアボールやめてほしいな、マジで、決めます、ここ、はい、決めさせていただきました、さ
ット、そしてホームランも勝ち込みます。はい、ということでよろしくお願いいたします。2周目のやっていきたいと思います。先行でございます。相手先発ピッチャーモイネロ投手ですね。最新モイネロ投手、はい、特殊力マジで出ないけども、まあこの最新モイネロカーブストレート狙っていきます。先発モイネロ、これね、このカーブがかなり強いので、あとストレートだけ厚げようって、あとは無視でいいです、正直言って。それ以外は無視したいと思います。ボールだよ、バント、バント来た、アウトかい、おい、クソみたいなバッティングすな、お前、おい、2番塩見、フル塩見、モイネロ切り替え、先頭バッターを打ち取っています。はい、落ちるね、これ、追っていくのに、待って、まあ、クソみたいなバッティングかましましたけども、先行なんで2打席目回します。フルムね、3番バッター、浦上、回すように2打席目、ヒットでランナーを1塁に置いています。はい、見えてる、カーブストレート、カーブストレートでいい、マジカーブストレート、小胸投げいきます。いら、はい、見えてる。で、超タイピン1持ってるんで、できればホームラン勝ち込みたいですね、ここで、うん、タイピンを出させないスタイル勝ち込みたいと思います。胸高の一発、いら、はい、このね、サークルチェンジも変化量マジ大きいんで、そこ見逃していこう。最強バッター、ナイス。枠いっぱいに決めてきました。行きましょう、4番ヒロト。ここ、あいーブクライティロサーダスター。ヤクルト先生、私4番打者ヒロトでございます。最強 OB。 はい、ということでピッチングいきたいと思います。こちらの先発ピッチャー、星投手ということで、星投手が見事極めになりました。おめでとう、俺最強星投手爆誕でございますけれども、まあ、この星投手マジ強いんで、スランク出たら皆さんぜひともね取りに行ってほしい投手でございますということで、ピッチングの方今回ですね飛ばしていきたいなと思いますので、青木のりすけ選手2打席目回しますので、しっかりお届けしていきたいなと思います。飛ばします。はい、ということで2回いきましょう。山田哲人からのスタート、青木選手真赤です。それではいきます。パカー超えるでしょう。はい、やります。タイピン出ないでほしいけども、まあ出たら出たで OK でしょうということで、ここは、このまま行きます。中村悠平のままで行きます。最近出てないので、何が起こるか分かりませんから。ここうまい、落ちるね、これ落ちなかった、全然落ちないということで行きましょう。青木のりちか回ってます。はい、阿部広角ミート99、最強最強、それになりましたが、なおもチャンスは続きます。ここはしっかりと、いや、いいよ、ストレートカーブね、ストレートカーブだけでいい、マジモイネロは、モイネロポリフメ、いら、はいよ、そういうのいら、そういうのいらね、この右上のところらへんからのステップか、これです、超えていく、全然超えなかった。青木のりしかであんま打ててなくないぞ、おいっていう、お前青木のりしかあんま打ててないぞ、おい、しっかり打て、うまい、超える、あい、えぐ、これが広角中弾道です。このバッティングを見せて、青木選手でもできれば、本当にこのバッティングを見せたい、打たれる気がしない星。レフト取れるんちゃう。はい、最後青木宣親、ナイスレフトということで、まあちょっとこの後は青木宣親選手しっかり打っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということでバッティングいきたいと思います。相手先発ピッチャーグリフィン投手ということで、まあ左対左なんですけれども、まあしっかり打てば、はい、フルグリフィン、まあ広角弾も出てるんで、まあ打ちやすさは問題ない。ここはい、ナイスバッティング初球攻撃決まりました。ナイスバッティングということで、まあまだまだね、しっかり打っていきたいと思いますので、続いての試合もいきましょう。オッケーオッケーオッケー、進塁だということでいきましょう。ああ、もう昨日に近回ってきました。最高の場面、広角が同点で2回裏ポイッと打ったらさよなら勝ち、さよならではない、逆転勝ちでございます。しっかり通信もあって、通信もインコース来いよ。いや、おいおいおい、これで甘い球が来たら勝ち込みます。一発かまします、青木のりちかで絶対打つ。いいよいいよいいよ、次今の来たら打ちます。ストレートが決まっています。ゴーゴーブレイクライ青木ソヨ、完璧なホームランでさよならではないけれども、
勝たせていただきましたということで、まあ、能力こんな感じで折っても広角打を出た瞬間にマジにホームラン打てるので、まあ、最新グリフィン投手もしっかり捉えられたということはですね、スピリッツで負けてても誰でも打てるということになりますので、まあ、TS ですね、今回出る可能性もあります。皆さん出たらぜひとも取りに行きましょうということで、チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。ご覧のように今日のゲームはヤクルトスワローズが見事勝利を